どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。NVIDIA 決算までは動かないだろうなんて言ってたら、スルスル下がって38,600円まで下落した22日。 気がつけば日本株のチャート割と厳しい展開になってきています。そこで今日は日本株何が問題なのか、それと目先チャートどう変わってきたか、これにね、重きを置いて考察をしています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速5月23日、日経225オプション考察始めていきましょう。 はい。それでは5月22日、相場外交からです。日経平均38,617円。329円安、マイナス0.85%。トピックス2737.36。マ27イナス22.36でマイナス0.81%。グロース624.66。マイナス8.75でマイナス1.38%。これ、グロースはまた直近安値割って。 きてるんです、ね、もう本当に600ポイント割るんじゃないかという気がするぐらいまあかなり厳しい状況になっていますえ次に売買代金ですがプライムが3兆8359億円昨日三3.9兆円台でしたからちょっとずつ下がってきてるんですよねここで連日4兆円割れですスタンダード1870億円グロース1168億円と まあ、スタンダードもグロースも別にね、プライムが減った分伸びてるわけでもないということで、全体的に日本株、やはり、 ね、バイバイパワー落ちてきてるなという感じです。え、次にビックスと VI。ビックスはまた下がって12.09。昨日12.45でしたからね。なんだかんだ昨日ニューヨーク産出上昇だったんで、ボラティリティはまた12スレスレまで下がってきました。そして VI は珍しく全く小数点2まで動かなかったということで0.00。17.11ですから、こちらも、まあ、下手したら17割ってくるというところでね、まあ、ちょっと NVIDIA の決算前に これかなりね、なぎというか楽観状態なんですね。で、今日日経平均割と下がったんですが、VI 全く動いてないっていうのも、まあ、ちょっとね、違和感があるというか、なんとも、うん、なんかこう、わかりづらいね、相場になってるなという気はします。はい、今日は以前もご紹介しました、オプラボブックス第4弾ということで、私以外の方が書いたオプラボブックスは初ということでね、オプラボブックス的には4冊目ということで、オプションヘッジ戦略。 というね、高谷さんが書かれた、えー、この書籍、まあ、割とというか結構ね、人気になってたくさんの方に読んでいただいているようです。はい。で、Kindle Unlimited 対応してますから、Kindle Unlimited は確か月額980円だと思いますが、まあ、これでいろんな本読んでる方は、まあ、無料というか、この Unlimited の中で全部読めますからね、ぜひ、まあ、これ単体で買っていただいてもいいんですけれども、ぜひね、Unlimited で読んでいただくと、 気軽に読めるんじゃないかなと思います。こんな感じでね。はい。ペーパーバック版もご用意をされています。はい。目次はこんな感じ。まあ、本当にオプション初心者に向けて、 本、あの、詳しくね、しかも過不足なくという形で簡単に読める。まあ本当にね、市販の本みたいに余計なこと全然書いてないので、まあぜひね、オプションのこれからやってみたいなという方に関しても、こうデルタがどうとか難しいこと一切書いてなくてですね、高屋さんがお持ちのノウハウをわかりやすく書いてくれています。なので、興味のある方はね、こちら概要欄にリンク貼っとくので、ぜひね、チェックしてみてください。 はい。それでは、チャートの方から見ていきたいと思います。まずは、日経平均の現物、フィボナッチを入れた状態で、まあ、ちょっとね、ごちゃごちゃして恐縮ですが、え今日、ここ。 38,616円まで下げました。2日連続で今日は窓開け陰線という形ですね。下髭をつけてほとんど戻せませんでした。ということで75日も割っております。5日線はまだ上向きなので下落の5 m 目クロスにはなってませんが、まあ、かなり下がってきたという形になっています。で、フィボナッチ、3月22日の高値と4月19日の安値、ね、直近の高安を結んだ フィボナッチで見ても、結局ですね、61.8%戻しで叩かれて、これが39,424円なんですけどね、ここで2日上値を叩かれて、今回、今日は50%戻し水準も大きく割り込みました。 38.2%戻しまで押し返されると38,396円ということで、これ38,500円割れということになるんですね。で、今日ナイトで38,460円まで先物は割ったので、まあそこからちょっとね100円ぐらい切り返してるんですけど、まあ38,500円の今工房となっていて、 割と、こうね、NVIDIA の決算前に、これで決算を受けて切り返してくれればいいんですけど、一段安とかになってくると、もう簡単に3万8000円割り込むような水準になってくるので、注意が必要かなというところですね、25日点が 38, 3万8293円ぐらいにありますから、もし NVIDIA の決算で下に行ってしまった場合は、この25日をサポートにできるかどうかですね、ここは非常に重要なチェックポイントになると思います。そうですねあここちちら現物ととさあこれちょっともしかしたら 25日の値が少し違うかもしれませんね。先物で 38, 3万8293円かな。はいまあ、いずれにしても先物が3万8530円え、21時15分はこの500円、まあ、ちょうど、ね、S q 値5月切りの S q 値、まあたりで今、うろうろしてると、まあ、ちょうど節目なんですよね。で、この3万8500円っていうのは、今年の2月ぐらいからの3ヶ月半の先物の公私価格対別売買代金のところでも一番、まあ、節目でもあるんですけど、 ここですよねその前も含めて、えっと、レジスタンス、サポート、レジスタンス、レジスタンス、レジスタンスという形で、まあまあ、レジサポになっているので、ここら辺取引が多いというところで、またここに押し返されていると、逆にここ、出来高多いので、この辺で踏ん張って切り返せばいいんですけどね、まあ、一旦38,460円までないと、ほっと で、530円ぐらいまで戻ってきているという状況ではありますが、もうこれは NVIDIA の決算で何とでもなるので、チャートの形、ね、もうそんなもの関係なしに、上に行くか下に行くかっていう感じになっちゃうので、現時点ではこれ、先物はこれ、モメンタム見てもほぼもうゼロ付近になってるので、上、下、トレンドレス、せっかくここ抜けて上に行きそうだったのに、まあ、この3つの足で今、ずっとね、切り下げてきているので、まあ、38,500の攻防で、上も下もレンジ、ね、トレンドレス、 になっっててしまいるというとうころですもう一つ悪いのは一目均衡表の転換線こちらもずっとですね転換線の上にある間はサポートになりますこの赤いのが転換線ですね9日間の 高安の平均値っていうのがこれ、転換線になりますが、で、この転換線を割った後は、転換線がずっとレジスタンスで超えられない、ようやく抜いた、これが4月の末だったんですけど、上抜いて、そうすると5月はギリギリなんだかんだ、終わり値で、転換線の上をキープしてたんですが、とうとう今日二22日の日中足で割り込みました、で、その後も、まあ、じわっと弱いんですよね、620円ぐらいで、違う、610円で始まって、 まあね、38,715円の転換線を割って今度は下推移してますから戻っても今度は38,715円がレジスタンスになってしまうとここみたいにね、はい、という、まあ、懸念があって一段と上値が重くなってしまったなということと26日前の ここですよ。まあ、急落のゾーンに遅高線が差し掛かって、これ今日横ばいでもね、まあ今日はまだタッチしないんですけど、これ横ばいでも上に抜けるんですけど、まあ、ストンストンと下がってですね、で、今日 NBDR と急落したらこうなるでしょ。完全に26日をトレースするような動きになってしまって、これは再度下落の典型的なパターンになりますから注意が必要なんですね。ということで、これ雲割れると、一気に三役逆転で、 三役好転になるんじゃないのと思ってたら三役逆転になってしまうという、まあなかなかこう上昇と下落が紙一重という状況になっています。はい。アルンオシレーターで見ても、もう天井サインがついてたのが5月16日ですが、これ一 一旦ですね、始まり値で5日あの、これ23日の足が出たことで、5日戦下向きになって始まり値ここなので、現状下落の 5MA クロスになってしまってます。ですから、今日の始まり値で一旦ショートインと。 いうことになってますこれはもうスクイズモメンタムとか、えー、ストキャスみんなその形です短期ショートインの形になってしまっています新型マック D も昨日から引転していますまあ、昨日というか今日の日中足からね、はい、引転になってきてるのでいずれもですね短期目先早いチャートがもう下落に転換してきているというところなので本当にエヌビディアの決算でもう1回上に 否定して切り返さないと横ばいぐらい、あんまり今日ね、意外と n v i d i a で動かなかったなということになろうもんなら、これは基本的に日本株下へという状況、継続になってしまいます。はい、中期トレンドで見ても、ですねここ、またね、引転しかけてるんですね。はい、なので、まあ、3万8250円の25日まで下げてくれば、ほぼ間違いなくもう1回、引転になります。 上昇があっっとというう間に終わってしまうとで中期また下落になってくるとやっぱりね、押し目からえ今度はまた戻り売りになってこれ25日割るようなことがあればまた25日までしか戻れないというような相場感になってくるので、まあ、一段と上値が重いもしくは急落警戒というパターンになってくるのでなかなか厳しい展開には実はなってきてるとななののでで本当にこの辺で、ね、切り返さないと。 思った以上にこれまあ上がってたんでなんとなく戻りそうだよねと思ってると非常に弱い ですね、これ欧米が崩れてきたり利確フェーズに入ってくるともうかなり危険だとアップアップというかね本当にもう瀬戸際ということで今日の「株ラボ」「日本株は上がらない」「真犯人は○○だ」っていう動画を上げておりますこれ概要欄にリンク貼っとくので是非この動画を見た後あの見といてください NVIDIA の決算の後はこいつが日本株に対して悪さをしてきますということで はい。今日のヘッドライン。岸田首相、海外投資家に講演。特区創設加速、日本へ投資呼びかけ。またインベストイン岸田的なことをやってたみたいですね。はい。ということで、真犯人は岸田だっていうのは、これはね、冗談です。はい。20時50分のヘッドラインなので、夕方、カブラボを作ってる時は、このヘッドラインは私気づいておりませんでした。今日、講演やってたんですね。はい。まあ、だからまあ、これはちょっと冗談なんですが、ただね、 まあこの岸田さんって方は投資に関する何かイベントに出たりするとですねあんまり投資アメ男的なところがあるなと勝手に私は失礼なことを言っておりますが例えば昨年の10月3日 PRI インパース2023ということでこれは。 責任投資原則の年次会議でこういうちょっとまあ講演をされていたり翌10月4日は新ニーサ利用呼びかけっていうことでねビデオレターか何か出してこれがヘッドラインになってるんですよねでこういうことをした時でこれ10月3日4日これもう忘れもしない昨年の投資の日で急落して投資の日で下げ止まったというね岸田さんがニーサに関して熱く語って下げたというまあツイッターなんかで盛り上がってたのを私はよく覚えてるんですがまあまあね とかあと22年の大納会も出演されてですね、まあ、大納会は終わってみればなんとかわずかにプラス引けだったんですけど高いところからねぐんぐん大納会のね引け間際にかけてぐんぐん下がってきてこれね岸田さんが最後出てくるのにま天したらね立つせないなみたいなことで盛り上がってたのを思い出しましたはいまあそんなことはさておきですねはいあのまずこちら これ、昨日の動画でも言ったんですけど、今日出てきた、これ、株ラボでも取り上げたところなんですけど、信用取引の残高ですね、JPX が出してます。今日22日、17日の申し込み分ということで、日常合計改ざんです、信用改ざん、4兆6979億,億円、まあ、約4兆7000億円ということで、これ、16年ぶりの高い水準だというところから、1週間経っても140億ぐらい、ほとんど減ってないんですね。だから今週 2日始まった時点でも、まあ、非常に日本株っていうのは信用改ざんが溜まってると、まあ、もちろん信用改ざんだけで、上値が重いわけではなく、一つの要因なんですけど、まあ、4月、3月の22からなんですけど、日本株が下がってくる中で、まあ、日本のね、特に個人投資家なんかは、どん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 買い下がっていったと、まあ、外国人が売る傍らね、うんと、まあ、難品で買い下がっていっていた部分も多くってで、ようやく上がってきた。 っていうところなので、まあ、やっぱりちょっと上がってくると、まあ、個人だけに限らずねあの、まあまあやっぱり売り算が溜まってるんで、 受給の面からは上がったらやっぱり売りが出てくるよねっていうところで3万8500円その後は3万8900円で4回5回叩かれてようやく3万9000円抜けたと思ったら3万9300400のところで2日連続大きなひげをつけたということでもういかにも受給の悪さで上がっても叩かれるような展開かなというのが一つそれから当、まあ、落衛生なんかで見てもですね、まあ、株価が上がってるところを見ても値上がり値下がりで見ると圧倒的に値下がりが が多いということで、もう全体的に見ると強くないんですね。日経平均の指数だけがまあ上がったり、一部の半導体とかグロースが強かったりするような部分もあった。た とは思うんですが全体的な値上がり値下がりのバランスで見ると、まあ、日本株やっぱり全然強くないということで気がつけば投落レシオ6日は77まで下がってますまだね6日で77なんでこれが70とか60割ってくるとちょっとさすがに下げすぎじゃないってことになってくると思うんですがまだ25日見ても92あるんでまだね全然下げすぎでもなんでもないかなという気がするんですがあと2日3日、まあ、投落レシオ的にね、えー、と400と 900とかもうちょっとあるのか、400と1200とか、600と1000とか、まあ、そういったバランスが続くとですね、到落レシオこれ6日が70割ってくると思うんですね。で、そうなってきたらちょっと警戒ですけど、まだ2、3日は株価が弱いというよりも、全体的な値上がり、値下がりで見ても、 実態はもうちょっとね弱いかなという気もしますしもうこれは決算終わりましたけどシーズン EPS がね2357円ということで、まあ、全然前回の3四半期目から。 比べると増えていないということで、半年先の期待 EPS で見ても、なかなかね、決算あんまりよろしくなかったなと言えたと思います。ですから、期待値も上がってこないんですよね。今、日本株を買うという理由が、決算を受けての期待値がなくなっているということですね。はい、なので、まあ、やっぱりね、1 9面、ファンダ面、岸田面と、これ冗談ですよ。あのファンダ、岸田、言いたかっただけやないかということなので、ここは、実はあのもう一個大きな真犯人がいて、これは 株ラボでお話をしてると、まあ、別にそんな引っ張るほどの話でもないんですが、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ちょっと頑張ってサムネイル作ったんで見てねというとこなんですが、まあ、いずれにしてもね、19面、ファンダ面、そして3つ目の真犯人ということで、日本株今すべてマイナス要因ですと、まあ、そこまで急落要因にはないにしても、なかなか上値買ってもらえないと。で、チャートもですね、これ、崩れてきてるんですね。今、ニューヨークとそれから欧州が強いので、まあ、あと中国、アジアもね、なんとあの 高値圏にいるので日本株も崩れてないですけど高すぎる欧米中国アジアなんかが利確モードに入るとこれは同じだけ日経平均下げてきますからね、まあ、トピックスも今日は日経平均もトピックスもほぼ0.8%で同じ下げですからなんか日経平均だけねあの先物とか指数主導で恣意的に売られたわけではなくて全体的に売られてるんですよねだからやっぱりこれ今全て悪いので13月やりすぎて調子に乗り 過ぎた部分のやっぱりちょっと今押し置きフェーズに日本株入ってる面があるのでこれでね v i d i a で少し全体的に相場世界株安とまでは言えなくてもですねまあ世界株利確と。 いうようなねモードに入ってくると、まあ、なかなか日本株も厳しい展開にまだなりそうだなという気はしてます。え直近、アメリカの金利はちょっと上がってきていますので、まあ、そういう意味では今日まあね n i a 待ちとはいえ、そんなにニューヨークも決算まではあの大きく上がっていかない、下がらないけど横ばいでねいくんじゃないかと。でビッ ソックスはちょっと横ばい、まあ、12.18ぐらい、でムーブが引き続き、これは債券の恐怖指数ですけど、ぐんぐん下がっているので、相場的にはそんなに急落のまだ心配はしてないのかなと、まあ、本当にね、何度も言うように、エ v ビディアで冷水ぶっかけられるかもしれませんが、これ見るだけでは、まだそこまで危機感は持っていない、そしてソックス L も21で42分現在、これ、プラスの2.4%ということで、一応上がってるんですね。ソックス換算だと3分の1です 0.8%、まだプレの段階、21時42分現在、なかなか NVIDIA の決算控えて買えないんじゃないかと思いつつも、しっかりと上昇してるんですよね、だからまだまだ強い、そしてその NVIDIA 自体が一応、ですね高値更新して、プレもほんのわずか上昇、956ドルまで来てるんですね、直近の高値が950ドルで,で、きのう、953ドルということで、決算を前に抜けてきたんですね。 はい、あの始まり値とかヒゲではもうちょい上あるんですけど終わり値ベースで見ると高値機能更新していよいよ決算にということですからさらにここからね今オプションのバランスなんかで見ても上も下も今回も8.9%ぐらい NVIDIA の株動く可能性があると前回もこれぐらいのまあオプションのバランスから上も下も 8%8.5% ぐらい動く可能性があるって言われてて結局上に7.5%とか。 8%ぐらい動い動たんですよねその決算のあと半日ぐらいでなのでまあ上も下もね8%ぐらいまた明日動いてるかもしれないっていうのはちょっと頭に入れといた方がいいかもしれませんでいずれにしてもですねなかなかポジション取りづらいチャートいくら考察しても n v i d i a の決算一つでどっちに動くか分かんないのでまあこういう場合は ボラティリティを動くと仮定してオプションでね例えばロングストラドルとかベガロンベガロング系のスプレット入れるってのもいいんですけどどうにもね私は上も下ももしかしたらそこまであの大きな動きにはならないまあ行ってこいみたいな感じになるんじゃないかなとどっちに動いたとしてもねでむしろ下の方が怖いかなという気もしていて、まあ、その辺を考えるとですねちょっとこのお祭りに乗るためにファーのオプション こんなとこ刺さんないじゃないのぐらいのところを <laughs> あの売り差し入れて、まかに間違って刺さったらラッキーぐらい。 まあちょっとでもプットは警戒しないといけないですけどまあねちょっとロングのストラドルというよりも、うん、刺さったらラッキー系のショートストラドルの売りのね注文だけ入れとこうかなと、まあ、前回もそれでですねエヌ i ディアが 7%8% 動いても結局刺さんなかったというようなところに入れてたんで、まあ、今回も多分そうだろうなと思いつつも、まあ、ちょっと無理にポジション取ってもよほどね半導体が強いエヌ i ディアが強い決算というか 市場がね、予想よりも強いということで、株高に反応しない限りは、うん、まあちょっとね、苦しい、ちょっと上がったぐらいのところであれば、コールの売りポジになるんじゃないかなという気すらしています。なので、そんな感じでね、ちょっと明日の朝は見ようかなと思っています。 はい。次にオプションの手口ですが、まず海外税合算です。コールサイドちょうど5000枚、プットサイド4400枚ということで、今日株価下がってるんですけど、海外税合算で見るとコールの方がちょっと枚数が多いということですね。で、まあ、ちょっと株価が昨日に比べて少し下がって ATM が38625円まで来ているんですが、今日はコールサイドは39000と39500円。 とということでまあでもそんなにね大した枚数じゃない、プットサイドも4400と昨日よりは多いんですが、なんか今日ぐぐっと下がってきたところからね、ねちょっとプットサイド、こう熱を帯びるかなと思ってたんですが、全くね、なぎなんですね。枚数も増えないし、これ、海外勢の合算ですけど、このあと出てくる全体の縦玉で見ても、ほとんど増えてないですよ、コールもプットも。 なので、まあ、とりあえず NVIDIA の決算前に何かこう、ちょっとポジションを多めに取ろうぜという流れには、オプションも先物も,もね、そんなに厚くなくて、盛り上がってないなという、メジャー S ーだよねというね、そんな状況になっています。はいということで、ゴールドマンですが、ゴールドマン、今日は一切トレードしておりません。はいということで、まあ、全体的にはね、これ、あの先週までの この縦玉の開示で3万9000円のコールを1290枚買ってプットを1460枚売ってますから3万9000円に対してはコール買いのプット売りつまり上で3万8000円はその逆で3万8000円よりも下か3万9000円よりも上かっていうポジションを持ってる中で今その中間にね ATM が下りてきてるので、まあ、今のところはねよろしくない感じなんですが、まあ、これ NVIDIA の決算もしくは 次の PCE もしくは次の雇用統計と。まあこのあたりで結局上か下どっちかに動くでしょうと38,500からね上か下、まあどっちかに動くよねという形でポジションを持ってるのかなという気もします。まあただ上目線かなという気はするんですけど、ね、はい次にアムロです。アムロはコールサイドが3,193でプットサイドが3,415ということで、まあ、ややプットの方が多い。 いい感じですかね、はい、で全体的には3万9,000のコールサイドと3万8,000のプットサイドがちょっと枚数が多い。で3万8,000のプットっていうのは先週。 先々週までに2700枚売ってたところなので、まあ、3万8000円よりは上でしょうというポジションにはなってますが、まあ、ちょっと、ね、ATM が3万8500円近辺まで下がってきているという状況においてはアムロもあんまりよろしくないんですね、プット売りが結構多いので3万9000円よりも上っていうのが、まあ、メインポジションかなと。で えっと、コールサイドはねちょっと枚数がそんなに多くない買い越しではありますがもしかしたらもうちょっと上をえ買いをね39,250とかを1,000枚2,000枚単位で買い持ってるかもしれないので、まあ、そう考えると、うん、コール というかあのアムラはもう3万9000円も上を今は期待しているそんな中、ちょっと株価が下がってきちゃってるなというところですがそんなに枚数入れてないんでねやっぱり NVIDIA の決算で上か下どっちかに動くけど下はあんまり見ていない、まあ、そんな気がしています。 はいでこちらがさっきちょろっと言った縦玉ですね、これは海外税だけではなくてえ、国内も個人も全部含めた各公示価格別の、まあ、縦玉残高ということ形ですね、これ、いつもメンバーシップの方には PDF でお,あのお配りしてるんですが、で3万8500までちょっと ATM が下がった中で、ただ、まあ、ちょっとだから、 開示計算エリアがね、2つ、公示価格が下がってるんですが、プットサイドもほとんど増えてないんですね。ちょっと下3万8500側に上のポジションよりも下になった分、ちょっと増えてますが、実質ですね、4万500がちょっと増えただけで、その近辺は全部減ってるんですね。つまり今日、ちょっと株価が下がったことで、コールサイドの縦玉、まあ少し決済が進んだと。で、下がった分、プットサイドの買いが中心に増えたかなと思いきや、これ、 昨日6万枚ちょっと今日も6万枚ちょっとでプットサイドも全然増えてないんですねしかも前日比大きく増えた格子価格がほとんどないコールもまあ4万500はちょっと増えたぐらいかな7五十6 0枚ぐらい増えたって感じなんですけどプットサイドほとんどねどの格子価格もしかも3万6千のプットってむしろ1100枚減ったりしているので なんかね下がるところにかけて枚数がガッと増えてるとか下の方にデビットスプレッドを入れるのでまあそうするとね売りも買いも縦玉という面でいくとまあそれに相対する人が出てきて増えていくということでこれ全然ね階段型のスプレッドも盛り上がってないんですよね今週に入っても。いということでなんか上も下も何かこう動くことを予測してオプションを大口が入れてる感じは。 この辺を見てもですねあんまり感じられないというところで、まあ、そこまでね NVIDIA で大きく上下に動くのかなと1日2日動いても逆にまた元に戻ってくるような感じじゃないかなという気もしていますはい最後は先物ですが今日は29万3000枚というところですで今日もねゴールドマン7800と、まあ、非常に先物少ないし なんか飛び抜けて多いところもないんですね。だからまあ今日はプライムも3兆8千億円というまあ売買代金でしたし、海外勢の先物ベースで見ても、連日30万枚割れということで、ちょっとスモールサイズなんですよね。だからまあ全然日本株を先物オプション現物、盛り上がってないなという気がします。まあ別に大きく下がってないのでいいんですけど、こういう状態でね、ちょっと出来高が減ってくると、 まあそれをはねのけて、売りがただでさえ、需給面で売りが出やすい中、それを押しのけて、上に上がっていこうと思うと、ちょっと今、いろんなところを見てもパワーが弱いなということでね、なかなか相当いいヘッドライン出ないと、上値を追っていく展開っていうのは、まだもうちょっとね、難しいんじゃないかな、そんな気がしています。 はいといいととううことででかかがだったでしょうかすみません、あの今日は投資天気予報ね、ねやっぱり出しません、出しても曇りぐらいしか出せないので、まあ、やっぱり NVIDIA の決算によっては、チャートとか、まあ、関係なく明日はね、大きく上がるか下がるか、まあ、もしくは行ってこいで終わってみれば、あんまり変わってないか。 まあいずれにしてもですね、朝方少し動きが出るとは思うんですね、上か下かに。まあそういう時に変なところでポジション取ってしまって、往復ビンタを食らうとか、まあそういうことだけ避けるべき、まずは明日のね、前場かなと思ってますので、まあ落ち着いたところでポジションを再度考えようかなとは思っています。はい、ということで今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方ね、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。 それではまた次回の動画でお会いしましょうまたね